これだけやったら痩せるってないんですか？それは背中、お尻、ももの裏を使うことです。全部うつ伏せでできます。めちゃくちゃ簡単なのに効果は何倍もあります。私がダイエットした際に暇があればうつ伏せでやってました。このメニューを皆さん一緒にやってください。肘ついた状態で膝曲げます。この膝を横に倒してキープです。こんな感じ。下半身だけひねっときます。上半身は正面です。これで腰背中しっかりね、腹斜筋が使えてます。しっかり伸ばしていきましょう。止まってると結構背中がなんか違和感ありますよね。今度は反対、上の足をね浮かしておきます。実はこのストレッチがめちゃくちゃ効果的なんです。肩甲骨剥がしにもいいですし、腰の肉がね気になる人にもね、これで可動域が広がります。簡単なのに効果的なメニューです。頑張って最後までいきましょう。伸びる。 OK、 今度はね楽にね揺らしましょう。あんまり無理にね倒さなくていいです。時計の針で言うと10から2の位置を動かす感じ、楽にね作りましょう。しっかりね弱い筋肉が鍛えられると汗が出やすくなったり脂肪がね消えにくくなります。今度はねつま先立てましょう。膝を交互に伸ばします。膝を交互に浮かせる。足をね遠くに持っていく感じです。前のももをねしっかり伸ばしていきます。今度は膝曲げたらね、ゆっくり伸ばしましょう。ぐっと曲げたらゆっくり。つぶせで行うよりも膝曲げるだけでね、腰の筋肉も使えてるんで、姿勢悪い人にはね、ぴったりです。全部つぶせでできるんで、暇があったらね、やってください。体が変わります。OK。今度は片足横に持っていきましょう。これでキープ。股関節がね、硬いと足のラインが悪くなりますから、しっかりね、股関節開きましょう。たまにね、お尻をね、キュッと上げてみてください。膝をしっかり伸びます。Just watch me breaking, you're sweet. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, you're free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me.これなら最後までいけるでしょう。頑張っていきましょう。
今度はね、寝たまま腰を揺らします。腰を揺らす感じで全身の筋肉を緩めましょう。これが結構ね、ストレス発散になるんで、私できる人とかね、これやってみてください。体の緊張を緩みます。もう一度ヘッジしていきます。今度はね、足を横に持ってきたまま片足曲げる。これで下足からの力を緩めましょう。もし肘つくの疲れたらね、こんな感じでもいいです。よいしょです。どうですか皆さん、できてますか？股関節痛い人はね、たまに足をね、下めにしてもいいです。できる人はね、しっかり上げて。よっしゃー。肘ついて、今度は片足ね、こう手にひねって止まっておきましょう。もし疲れたらね、一回戻してもいいです。伸ばしたまま止まるの結構大変ですからね。やっぱり長い時間伸ばして止まっておくとしっかり伸びますんで、硬い筋肉伸ばしましょう。 OK、伸びてる。だいたいストレッチってね、伸ばしても5秒とかじゃないですか。30秒間ね、こうやって伸ばすとしっかり伸びますからね。筋肉伸ばして使われる部位増やしましょう。オッケー。よっしゃ、腰揺らしましょう。今度は寝たまま。ぐりぐり腰を揺らして力を抜きましょう。もうね、背中、お尻、もも裏ちゃんとね、筋膜剥がれて筋肉が伸びて使えてきますんで、オッケー。そのままね、じゃあ上向きましょう。最後おまけです。足をね、ブラブラしましょう。足の力を抜く感じでね、バイバーイってする感じ。全身の力をね、抜きましょう。たまにね、こうやって腰揺らしてもいいです。腰揺らしたり、足バイバイしたり、目つむっててもいいです。はい、OK。 やった人はグッドボタンとコメントで教えてください。